マロチャ120です今年10月、身体障害者補助犬法が完全施行されますがその補助犬を PR しようと全国を回っている宇部市出身の盲導犬ユーザーが今日う、新知を訪問しました訪れたのは宇部市出身で現在、佐賀県嬉野町で新旧治療院などを営む岸川美代さん夫妻と盲導犬のアロマ号です 岸川さんは21時に盲導犬や介助犬がどこにでも入れるようにしてくださいと述べ嬉野町長からのメッセージを手渡しましまた。どんなとこでも決してご迷惑かけることがないと思いますのでぜひあの特に宿泊施設、またあの飲食店ですねまた各種、あのいろんなあの施設はぜひあの盲導犬の受け入れをよろしくお願いいたします。<laughs> 身体障害者補助犬法では。 公共施設での盲導犬などの受け入れ拒否が禁止され今年の10月からは民間のホテルやレストラン、商店にも拡大されます。